えー、折らしい中田に完全敗北というですね、動画についてるコメントなんですけども、二人とも YouTube やってるんだからコラボしてほしいな。中田さんはテレビって引退しちゃったけどと、えー、サーカスも落として最後なんて噂が流れたけど、その最後のサーカスにも中田さんは出,ら出ないみたいだし、YouTube で二人の対決がぜひ見たいですって書いてあるんですけども、うーん、なんかね、あの、中田さんの方から、まあ、あの、前もあの、ゼミの方で話したんですけど、コラボの、あの、依頼はあったんですよね。ただ、その、 もうあの人がシンガポールに住んでるんで、ズームで対談というやつだったんで、ちょっとあのお断りしちゃったんですよね。あんまりその、あの、堀山の対談なんでやってるのかって言ったら、堀山はあくまでライブでやろうって言ってくれてるんで、あの、ライブでやったんですけども、ズームの対談ね、前ね、ちょっとやったことはあるんですけども、あまりに自分向きじゃなかったから、あの、直に会って対談以外は、基本、 基本的にはということはないですね。まあ多分今後すべてお断りすると思いますんでですね。あの、大体のですね、対談僕はあの真面目に考えますのでですね、あんまり断ったりしないんでですね、あの、やりたい方はですね、直接対談ですね。つまりどういうことかというと、まあこのスタジオに来ていただいて話すというのでしたらですね、まああの、割と受けますのでですね、あの、 えー、なんだろうな。おたり欄でも結構ですし、おたり投稿フォームから申し込んでいただいても結構ですし、あの僕のメールアドレスでも結構ですし、Facebook とか Twitter でメッセージあのしてくれるのも結構ですから、 えー、どうぞ、あの、申し込んでください。で、あの、やりたくなかったら僕はやりたくないって返事しますのでですね、そこら辺すいません。あの、選ばせて、選ばせてくださいというかですね。まあ、あの、この人相手だったら面白くなるなという確信が持てればやります。あの、僕の方が確信持てないと、僕の番組なんでですね、ちょっと責任が発生するんです、そこら辺すいません。